吉田恒成と柿木蓮の成績、どうしてこうなった。こちらすでに貼られた成績、柿木選手は優秀な成績を残しています。なぜ差がついたのか。片方はドライチ、片方はドラゴ育成。柿木に伸びしろはあったんや。吉田のストレート140前後、柿木のストレート145前後。吉田が勝手に落ちていった。横川が一番伸びるかもな。もう終わりだよこの星。吉田はある意味被害者ハモ約束のミーハードラフトで勘違いしてしまった。輝き星は一昨日の登板屋と藤川に教わった時のフォームに戻っとるな。柿木なんて終わった言われてたのに今そんなことになってたんか。吉田は毎年毎年別の人に弟子入りするのをやめさせた方が良い。甲子園優勝と準優勝の差。弟子入りもそうだけど、なんか吉田は話を聞いて一緒に練習するだけで技術が身につくと思い込んでる節がある。努力の方向性を間違ってる気がするわ。柿木は両サイドに動く球投げて打たせて取る投球しとる。横川が一番出世頭になりそうでくさふさくすぎるだろう。南人移民、柿木はドラ1指名あるで。プロスカウト、プッ W 吉田1位、柿木5位。またプロスカウトに勝ってしまった。ご視聴ありがとうございました。